と思うのは自撮りとか誰かに撮ってもらった写真とか、こういう街に自分だけ立ってこの辺で撮ってもらったモデル風みたいなやつは嫌です。パッとめっちゃ足組んでるじゃんとかめっちゃ決めつけてるじゃんっていうのは嫌なんですよね。なんか自分がなんか大好き感があって、やっぱ自撮りとかプリクラとか2人とかで撮ってて、で自分切り取って1人みたいな、うわーみたいな頑張ってるみたいな、なんか可愛らしい、なんかマグカップに入ってる猫とかや、こいつ狙ってんなってやってんなって単体とかの方が逆に嫌だかなって思う。自撮りも嫌だし、なんかいかにもね、なんかこうグラマーっぽいやつも嫌だ決めてんのも嫌だし、加工してるのも嫌だし、なんか顔隠してなんか雰囲気みたいなのもおおって思っちゃうなんか動くやつ、動くじゃないですか最近のアイコンって。いやもうなんかいっぱい並んでる中になんかこう一個だけボーって動いてるのがなんか鬱陶しい。アニメの何見やないアニメのやだ、あんま知らないなみたいなのはやだよね。今画像編集できるじゃないですか、それでなんかこう超ビビットみたいにしてる人なんか男でサイド高い写真群れてる写真とかはなんかおお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